皆さんこんにちは。こんにちは、今日はワルツのロック&ランジについて説明したいと思います。早速行ってみましょう。0、2、3、1、2、と、3、1、2、3、1、2、3、0、2、3、1、2、と、3、1、2、3、1、2、3。はい、一度踊らせていただきました。このロック&ランジ、多くの方が使っていると思います。ワルツだけじゃなくてスローフォックストロットや最近では、ビニーズワルツなんかでもライトランジというのはよく使うと思うんですけども、この今回はワルツのロック&ランジですね。このロック&ランジで、うまくいかないっていう方が結構いると思います。今回この動画では、2つのポイントから皆さんに情報をですね提供していきたいと思いますので、よかったら最後まで見ていってください。まずはじめに、一つ目ですね。まず一つ目はロック&ランジの、ヒストリーみたいなものですね。どうやって生まれたかっていうのを理解しておくと、ロック&ランジが意外と踊りやすくなりますよっていうのが一つ。そしてもう一つはランジですね。ランジの、意味、そして踊り方っていうのを説明していきたいと思います。まずはじめに、よくある症状っていうのをお見せしたいと思います。0、2、3、1、2、と、3、1というふうに、一見なんとかできているように見えると思うんですけども、男性と女性で入れ替わることができていないっていう方が、よくあると思います。0、2、3、1、2、と、3、1、2、3、0、2、3、1、2、と、3、1というふうに、男性に突っ込まれる、もしくは女性が先に行ってしまうという症状もあると思います。0、2、3、1、2、と、3、1、2、3。はい、今の症状のようにぐらついてしまう、あとはうまく入れ替われないっていう方がいると思います。今回ご紹介するその2つですね、まず1つ目からやっていきたいと思います。ロック&ランジがどうやって生まれたかっていうヒストリーですね、それを理解してあげると意外とうまく入れ替われることができると思うので、よかったら見ていてください。はい、それでは、このロック&ランジのヒストリーですね、物語といいますか、どうやって生まれたかってことなんですけども、諸説あると思います。こういうふうに生まれたっていうのはいくつかあると思うんですけども、僕たちがよく聞いたのは、このロック&ランジは本来は TP からシャッセナチュラルターンを踊ろうとしたけども、ぶつかりそうだったのを回避するために生まれたというふうに聞きました。はい、シャッセナチュラルターンをやりたかったけどもできなかったっていう動きがロック&ランジにつながったってことですね。はい、それをちょっと説明しながらやっていきたいと思います。まずはロックのとこですね。本来であれば PP から一歩出ました。この時は男性の方が先行してますね。先頭にいます。後ろに女性がいるという形なんですけども、このロックの時に、どうやってロックが生まれたかっていうと、本来であればシャッセをしたかった。シャッセをしてナチュラルターンに行きたかったところなんですけども、PP から出てった時に、その先に人がいたりして、シャッセからナチュラルターンに行くスペースがなかった。ここで男性は危ないと思って足をロックしてストップしたんですね、自分の体。ストップした時に女性にそのリードが遅れて
気づいてしまったということですね。女性が遅れて気づいてしまったことで、女性はトントンと進んでいってしまったっていうのが、男性と女性が入れ替わった瞬間の始まりになります。ここから男性は危険を感知して、危険を回避したって言った方がいいかな、回避するために女性をぐーっと回した結果、ランジに行くような形になったというふうに考えられています。もう一度動きの中でやると、 PP からシャッセナチュラルターンに行こうとしたんですが、ぶつかりそうなのを男性が危ないと思って急ブレーキかけたんですけども、女性が気づかず前に出てしまった、はい、これをやむを得ず男性が回避するために抑えた結果、女性と男性が入れ替わるという形になります。はい、今のように、ぶつかりそうになって PP から出ていった男性が失速してしまうことで女性と男性が入れ替わるっていうのを理解して踊ってあげると、ロックアンドランジに入りやすくなると思います。気をつけていただきたいのは、たくさん進みたいっていう意識が強すぎて、ロックして止まらなきゃいけない男性がずっと距離を出してしまうと、女性からするとずっと後ろにいるっていう状態なので、ランジが怖くなってしまいます。どういうふうに踊ればいいかというと、男性は今から行きますよっていうふうにたくさん進むような、きっかけを作る割には、男性はあえて失速してあげるっていうのが女性を前に送り出すポイントになってくると思うので、男性はロックする瞬間にちょっと減速してあげて、女性を先に進ませてあげる意識っていうのを持ってやってみてください。0 2 3 1 2 と 3 0 2 3 1 2 と 3。 はい、続きまして、ライトランジの説明に入りたいと思います。先ほど最初でも言ったんですけども、ライトランジ、ランジですね。はい、ランジの意味を理解することで、踊りやすさを追求してみましょうということなんですけども、皆さんランジってどういう形、意味かご存知でしょうか。はい、ランジですね。他のスポーツでランジっていうのがあるんですけども、まあ聞いたことあると思うんですけど、フェンシングですね。フェンシングのこうぐさっと相手をこう剣で刺すような行為、はい、片足がしっかりと前に出て、もう片方の足は後ろ伸ばしていくって感じですね。で、胴体は体を起こしてあげて相手にシュッと刺すような動作、これをランジって言うんですけども、まあ突くっていう意味ですね、うん、で、まあ今の考えで言うと、男性が突く方、女性が突かれる方、ね、うさっと刺される方なんですけども、このライトランジでうまくいっていない方っていうのは、その男性の突く方向と女性の突かれる方向、刺される方の、向きが合っていないというか、女性に避けられているっていう感覚のランジになってしまうので、おっとっとという形になってしまいます。一度お見せしたいと思います。0 2 3 1 2 と 3。 はい、ここですね。今皆さんの方から見て、男性のシルエットがそんなに見えないと思うんですけど、ここから男性はランジ、女性の体の真ん中ですね、今だったらこちらの方に刺すような行為をする。もうちょっと簡単に言うと、男性自分の体で女性の体のある方向に押してあげる、はい、ぐーっと抜けてってあげるっていうのがライトランジをうまくリードさせる方法なんですけども、よくあるパターンとしては、 PP から0 2 3、出るチャッチャッチャと終わった後に、女性がこの右足に乗った瞬間に回りすぎてしまう、ぐーっと回りすぎて、見えますかね、男性からちょっと避けてしまう。そうすると男性がランジしたのに対して女性のボディを刺すことができないんですね、男性が、はい、これをやってしまうことでランジの向きが合わないという状況になってしまいます。もしくは逆のパターンもあるかもしれないですね。ロックが終わって次ランジ行くとき、男性はこっちにランジしたいんですけども、女性がなかなか回り込んできてくれないので、向こう側に
女性がもうここで止まっちゃうってことですね。こっちに本来はランジ行きたかったのに、女性が止まってしまうことで希望とする方向に行けなくて、おっとっとってなってしまう方もいると思います。はい、今のように、ランジですね、刺す方と刺される方っていうのを理解してあげると、男性のこの体の勢い、もうちょっと細かく言うと男性のこの右足ですね、右足に対して女性がまたいであげる、はい、こういう形ですね。大げさに言うと、これが正しいわけではないです。こう感覚的にはこういう感じですね。女性の両足の間に男性の足が入っている環境の方向でランジしてあげると結構いい確率で、リードっていうのは伝わるんですけども、あまり良くないのは回りすぎて女性の足が外に行ってしまう、はい、こういう状態ですね。そうすると男性の足がどんなにランジしてもすっぽ抜けてしまうという感覚になってしまうので、うまくいかないという状況になります。ここで気をつけてほしいのは、男性が気をつけるとか女性が気をつけるということではないです。お互いに6を割って3の足で着地したときに、僕の足はここにありますよと、私の足はここにありますよというふうに、お互いにその探る時間といいますか、はい、足はここにあるよっていう時間を十分に作ってあげるためのロアーとか、カウントの使い方をしてあげることでランジが有意義にできるんですけども、 PP から出てた後の男性であれば左足、女性であれば右足のこのついた時間が短すぎてすぐにランジ行ってしまうという方が多いと思いますので、しっかりと男性は左足で着地、はい、女性もすぐに自分でランジ行かずにしっかりと男性の動きを測るために右足にちゃんといるってことを忘れないでやってみてください。そのためには最初に教えたロック&ランジのロックのとこですね、はい、女性と男性がうまく入れ替わってあげて、その環境をうまく利用してロアっていうのをやってあげないといけないと思うので、2つとも意識して踊ってみてください。はい、皆さんいかがだったでしょうか。今回はワルツのロック&ランジについて説明させていただきました。いろんな踊り方の教え方があるんですけども、今回は、そのヒストリーですね、はい、どうやって生まれたかっていうのと、あと名前の意味っていうのから、アプローチをかけてみました。ぜひともですね、悩んでいる方は試してやってみてください。それでは皆さん頑張ってください。